はい、相談中川家でございます、はいはい、またどんな相談が来てますかね、はい、大阪在住30代、女のタクポンと申します。中川さん、 YouTube ザラジオショーネジの世界探検ファクトリー等を拝見拝聴しております。いつも楽しみにしております。この度中川さんのお二人にご相談したく連絡した次第でございます。相談の内容は以下の通りです。よろしくお願いします。嫌な始まり方やなこれ。以下の通り何でしょう。8年間勤めた会社から独立し、個人でリラクゼーションサロンを経営しているものです。コロナ禍も重なり、まだ黒字とは言えず副業でアルバイトもして苦戦しております。現在の本業の仕事を辞める気は全くないのですが、まだ独身なので金銭的なことや結婚などいろいろと不安がつきません。不安がありながらも楽しく人生を謳歌するにはどうすればよいでしょうか。リラクゼーションか、はい、出た出ましたね。チャカ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 ニュルニュルやってるんですかね。人のふくらはぎをやってるんでしょう。やってねね、独立してやってんねや。ああいや 大変でしょうね。クソ暖かいベッドの上でクソ暖かいバスタオル引いてやってるんでしょう。クソいらんやな。こ、まあ、穴開いたやつ、ここそうそう穴開いたやつよ。ここ残んねんな、あとほんでだんだん痛なってくんねんな、あれ顔がね、顔がほっぺんとこが、そうそうそう、ねちゃねちゃなるから、もうあのオイルで。で、最後水いっぱい飲んでくださいねって言われるんだけど、もうそこで飲ましてくれやと思うねんけど、なんであれ後で飲まそうとするんだよ。今飲みたいねんけどって。あるわ、チャカチャカ言わして。チャカチャカ言わしてね、この人ね。茶色い、なんでみんなあれ茶色いタオルなのな、リラクゼーション。汚れ目立てんからというか、黒でええん、それやったら。いやさ、黒がええねんけどさ、黒茶色ってあれ無印で売ってそうやろ。あのそう、無印で売ってそうなやつ。リラクゼーション全部あれ暗いやろ。暗いでベッド高いやん。ベッド高いね、高さ、はい、音楽なんか流して BGM、 紙パンツ入った時に映った自分がもうアホみたいやんな、あれアホの鬼みたいな、アホの鬼こんなシュワ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 のパンツ履かされて足細なってる、足細っ、テカテカや、終わった後もヌルヌルでテカテカの紙パンツ姿な、ね、ネットみたいなタオル渡してきて最後で自分で前の方拭くねんけど、すぐおしっこしたなんねんけどな、あれ やられてる途中やっぱりリンパを刺激するからやな、言いにくいよね。でもね、言いにくいね途中で。せやねん、一生懸命やってはるから。せやな、うん、多分もう段取りやってやってんねやろ。せやねん、順番とかな、うん、やっぱりその、うん、マニュアルがあると思うから、それをな途中で止めるのが悪いから行きにくいね。行きにくいね、ほんまに、ね、リラクゼーションやってるのか。やってますわ。どこでやってはんねやろ、ね、女性かな。女性でしたね。女性やったかな。最初のあのオイルどれにしますか言って、嗅がすやついらんやな、あれ。あんなん嗅いだところで、俺は疲れ取ってほしいだけやから。どちらなさいますか。持ってくるよな。それ持ってきよんね。あんでアンケートみたいなの書いて。問診よ、問診。どこが凝ってますかとか。いやもうそれ言うた方が早いやろっていう。あのお着替え終わりましたら呼んでくださいね言うて。ドキドキするよね、あれ。なんか知らんけど、なかなかいつ来るから、いつ来るから、パンツ一丁で、紙パンツ一丁で、でシャーって、そろそろよろしいでしょうか、はいはい大丈夫ですみたいな。じゃあとりあえずあの仰向けに寝て、あとおらん時もあるよね、こうやって開けて、うん、開けたおらん時はあるよね、たまに、うん、たまに変なまああんねんな、目つぶってて、何してんねやろ今この間の、まあこの間なんやろって、なんか目開けてもええねんけど、なんか開けるの怖いなみたいなのあるよ。触れられて、せやねん、あごめんなさいね、そんな話、すいません、そんな話ちゃうもんね。リラクゼーションあるあるちゃうもん。あの音楽いらんからね、ほんでリラクゼーションなの。あ、いらん、あれ俺いらん、癒し効果なれへん、なれへん、あのいらん、聞いてて、うん、なくても全然いける、なくても全然、無音の方がいいです、僕は無音の方がいいんですって。だって隣で喋ってるおっさんとか俺やろ、めっちゃおるって、
かい声で。そのためにも音楽流してるのかな。でも聞こえてくもんね。そうやね。あんなほんま下半身僕ええわいうの聞こえてきたよ何しに来たやろ隣のおっさん。下半身やれいらんねんって欲しいな。うん、下半身いらんって、上半身だけやってくれみたいなおっさんも言いましたけどね、うん、何分がいいんでしょうねリラクゼーション結局30分。僕一回120分いうのやってね。2時間。うん、うん、もう起きたら終わってたわ。寝てたの。そうあれだ、起きてるのあかんねんって。あれやっぱここ あそこ痛いとか、うわ、うん、そこ聞く聞くって起きてなあかんねんって、うん、寝てしもたら効果ないの。効果ないねん、記憶ないから気持ちいいのが。あそうか。でも、うん、でも不思議やな、気持ちよくて寝てんねん。そう、うんま、でも120分はたまらんでも。あ、いいのそれは。自分の家と勘違いしてもらうぐらい。起きた時に、起きた時にここどこやみたいな、あ丸いのつけてこう優しく起こされるでしょ。優しく、そうそう終了ですみたいな。ほんで終わる10分前のピピピいらんよなあれピピピピみたいなやつ、あ冷めんねん。せっかく気持ちいいのに。そうやね、もうあと10分かってなってもらう、ね、なるな。そうやな、それでもまだちょっと半分寝てたりして、なんか起きたら気持ち悪い。あと叩きで分かるよな、あ終わりよんなみたいなあ締めの、締めのやつ、締めのリズムスーッと終わってほしいわなんかな、もうこれで最初ですよ、最後ですみたいな。あるある、あれもあんまり冷めるな、冷める。そんな話じゃないよね。いや、ないんですけどね、うん、そのコロナ禍でって言われてもさ、しょうがないですね。でも我々かってコロナ禍でもうだいぶ仕事なくなったりもしましたからね、うん、それでもまあやってますからね、うん、なんとか。そうです。まあほんまに好きやったらまあやれますよ、うん、そうね、うん、やっぱ好きが一番に来ないとね。まあやっぱりそれはな。そう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 、好きが二番やったらもうやめた方がいいですわ。やめた方がいいか、うん、ああなるほど。それで一番それが好きでしょうがないっていう、やってるんやったらそのまま続けたらまあなんとかなると思いますからね、うん、はい、ね、そういうことですよ、うん、パクポンさん、そういうことでございます。どういうあれをやってんのかな、はい、ね。チャカチャカやってる。ちょっとコース知りたいね。コースどんなコースなのか、ね。リラクゼーション。リラクゼーションの、まあ、どういったコースが。たっぷり120分コース。あれショートだと30分ぐらい、だいたい短いの。いろいろね。あ、で90分で、うん、あと、うん、あと30分ヘッドとか。あヘッドか。で足裏だけとかね。あ、うん、ありますけどね。足裏となんか混ぜたやつみたいな、ああいうコースもこうだから定食屋と一緒で、うんうんうん、あんまり多いとほら選ばれへんからさ。そっか、メニューがね4つぐらいにしてほしいよね。シンプルにどれがいいかって、うん、あとうん、柔軟性よく途中で変えてもいいよみたいなのもないんかね、うん、あやってる途中に、うん、もうこのコースじゃなくて、このコースじゃなくて、うん、違うのコースでやりますみたいな、そんな言える雰囲気を作ってほしいな。言いそうになったら寝かしようのじゃあどっかツボをしてくってな。いやまあ確かにね、言える雰囲気もありゃええと思うし、高層塗り込むとこもあるもんね、なんかインド系の。あそんなんいらんね。あ いらんみたいです。拭き取んの邪魔くさいから、匂いが取れないとかね、取れないし、まあ、聞いてるとは思いますけども、ね、はい、はい、まあでもなんとか頑張れ、コロナ禍でも好きなことやからたまにできる、はい、それが一番ならそれでやってください、はい、お願いします、はい。